から出てくる。結構高いやつも多いんですけど、あ、楽天だったな。最近ちょっと安いのが出てきて、あれ結構その手持ちの時もそこそこ上で、あ、なんかあれじゃないですか、照明を立てるのかな。ちょっと行ってみようか。焚き火奉行もいますよね。あ、いや、人一人というか、焚き火をやってるとこう火の管理をしたくなっちゃう人みたいな。ありがたいですね。割とちっちゃい時はキャンプに行くとずっと焚き火をいじってます。ボーイスカート？あ、違います。うちの親がよく連れて行ってくれたので。お姉さんみたいな。